までこう見てきた宮川探検隊どうですか。こんな機会だからって言いますけど、はい、ロケをやらせたらですね、宮川さんが多分日本で一番面白いと思ってます。何もない場所から話題を作ることと現地の人との絡み方、あとはワードセンスと言いますか、ないですよ。頑張ります。また来たな君。本当になんか面白そうなんだよ雰囲気。でも口悪ったら絶対面白くないんだよ。さらに AD 斉藤ルク隊員、1年目の新人竹下沙羅隊員、今回初海外で初ロケということで。趣味は何ですか。コミケに行くことです。そう、竹下隊員はコミケに始発で参戦するほどのアニメ好き。あ、何が好きですか。ワンピースとか。ワンピースで言うたら誰が好きですか。フランキーが好きです。ちょっとフランキーのちょっと決めポーズ、ちょっと沙羅ちゃんいいですか。沙羅隊員スーパー。あ、そうですか。他なんか決めポーズある。